今朝、札幌市清田区の体育館では今年度20歳を迎える若者たちが華やかな衣装で写真を撮るなどしていました。今年は道内でおよそ4万6000人を対象に式典が行われます。ここまで大きくなるまで立派に成長することができたので、いっぱい恩返ししたいなっていうふうに思ってます。どうもありがとうございます。ようやく結構こうコロナがちょっと収まってきて、堂々として式に入れるっていうのはすごい嬉しいです。一昨年から成人年齢が18歳に引き下げられましたが、札幌市では去年に引き続き18歳は受験や就職を控え参加が難しいなどとして従来通りの年齢を対象に実施しています。一方、北広島市は今年初めて式典をエスコンフィールド北海道で行っています。ファイターズ選手からのお祝いメッセージ動画の放映などの催しが行われるということです。